都営バス南千住営業所。都営バス南千住自動車営業所は、東京都荒川区南千住にある、都営バスの営業所である。荒川区南部、台東区、墨田区などの路線を運行している。台東区専属にあった新谷町自動車営業所の移転で1975年12月21日に開設され、敷地は、都電南千住電車営業所の跡地を利用している。 管轄下に青都市所を置く。営業所記号は K を用いる。ナンバーは足立である。2008年4月26日、初めて東京を訪れる者でも気軽に利用できる都内の観光名所を結ぶ便利な路線を運行コンセプトとし、皇居、丸の内、秋葉原、浅草公園6区、両国などの各観光スポットをブロ線ンとして運行が始まった。愛称は 東京夢の下町、東京夢の下町とされ、観光路線バスであることの認識性向上を図っている。観光路線バスという観点から、朝の通勤時間帯以前、及び、夕刻以降の退勤時間帯の運行は行わず、日中に限って運行される。運行ダイヤについては、運行開始当初は両起点停留所で、全日始発9時、周発18時30分であったが、 2010年4月より、平日の始発が11時に繰り下げられた。各自とも正時と30分の1時間2回発射し、各便の始点から終点までの標準運行時間は39分間、ないし40分間に設定されている。沿線のイベントなどを考慮して、往路と袋とも一部で別ルート、別停留所を用いる。開設当時、日曜。 祝日の午後に中央通りの神田須田町外神田5丁目、東京メトロ、銀座線末広町駅付近で、歩行者天国が実施されていた関係で、秋葉原周辺の経路と停車する。停留所は、通常土器と死者天国実施時で異なっていた。経路はいずれも東京駅発の場合。近視町駅発は、下記の逆ルート。しかし、2008年6月8日に発生した。 秋葉原通り魔事件を受け、中央通りの歩行者天国が2011年1月16日まで中止となった。2010年3月31日までは歩行者天国が停止されても迂回運行は継続されたが、同年4月1日から2011年1月16日までは迂回を取りやめてた。その後、2011年1月23日から歩行者天国が再開し、 歩行者天国時間帯の未迂回という措置に変更となった。しかし、その後のダイヤ改正で全便、須田町に停車するようになり、迂回はするものの、万世橋への停車は行わない。一路線の停留所は、上記の6観光スポット圏に各位らに、停留所しか設置されておらず、重複して並走する、一般路線に比較すると停留場間のスパンが極めて長く、 走行の際にも一般の路線バスとは異なり、外側の走行車線よりも内側の追い越し車線を使用するのがほとんどで実質的には急行運転となっている。特に東京駅浅草がみ門については、当路線が想定している観光客よりも路線バスユーザーによる実質的な急行路線バスとしての利用客が圧倒的に多い。これは 日本橋三越が、文字通り、日本橋三越本店前、須田町が、秋葉原電気街南入り口、上野公園山下が、京成上野駅前に所在する、道駅支弁の乗り換え停留所、浅草上成なり門が、浅草駅乗り換え停留所、観光ニーズというよりも買い物、乗り換えニーズとして利用されているためである。二0 1年四月一日、新たに、神田駅、上野松坂屋、 上野公園、山下、東京駅方面、千争一丁目の各停留所が追加され、上野駅停留所は廃止された。2011年3月に発生した東北地方、太平洋沖地震の影響で7月19日まで運休となった。7月20日から運転を再開したが、合わせて、リバーピア・アズマ橋前、成平橋及び、押上を経由し、 禁止町駅発着系統を新設することとなった。一方で、東京駅丸の内北口両国駅間の運行は、大幅に見直しが行われ、土曜、休日の4往復のみとなった。2012年3月20日の改正では、両国駅発着が廃止され、全便が禁止町駅発着に統一された。また、この改正で、秋葉原周辺で歩行者天国が行われていても、 停車する停留所は、須田町となった。日暮里駅を起点とし、浅草、東橋を経由して金市町駅に至る。都心バスの一つで、愛称は、グリーンリバー。出入庫は、日暮里駅側からは、下谷警察所業、金市町駅側からは、東部浅草駅業として運転される。浅草周辺ではよく迂回運転が行われる。 代表的なものを挙げると、正月三んが日、浅草三馬カーニバル、三社祭など。また、隅田川花火大会開催中は、金市町駅本所あずま橋と日暮里駅浅草二丁目の折り返し運転が行われる。なお、幕車では行き先が出なかったが、近年導入された LED 行き先方向機を備えた車両では、花火、本所あずま橋の表示が掲出される。 歴史は古く、終戦直後の1947年4月21日に、錦市町駅と浅草を結ぶ23系統として、開業した。間を置かず、上野広工事への延長を経て、うぐいす谷駅経由で、日暮里駅業となった。その後、徐々に、現在の流線経由のルートへと改められ、1951年の時点でほぼ現在の原形が出来上がった。 新系統番号化に伴い、里二23と改名し、1982年には、金視町駅南口発着から北口発着に変更なった。その後、金視町駅北口の再開発計画に伴い、発着場所の変更が続く。金視町駅北口の旧バスターミナルが閉鎖され、まず1990年頃に金視町駅の四つ目、通り総武本線ガード下に、 バス停へ移動した。その後、錦糸町駅ガードたも地下鉄、半蔵門線の工事などの影響があるためか、南口に発着場所を移動することとなった。1993年9月1日、東京都交通局最後の都市新バスとして、都令8となる。1997年6月1日には、錦糸町駅北口の再開発工事が終了し、 新たに設置された交通広場の2番のリバに乗り入れることとなった。2006年11月25日より都市新バスとしては初めて全便がノンステップバス化された。日暮里駅と亀井戸駅を結ぶ路線で主に明治通りを走行する。この路線は終戦当時から12系統、日暮里駅見逃車庫前から亀井戸駅として運転が確認されている。その後、 日暮里駅まで延長され、ほぼ現在の運行形態となった。1977年に、里二十二系統が、南千住営業所に移管されてからは、日暮里駅と近視町駅を結んでいる里二十三現在の都0八系統と、兄弟的存在となった。1990年代に、都0八系統とする系統を選出する際には、里二十三系統の他に、里二十二 新、小21などの系統が最終選考まで進んだ。出入庫系統において、亀井戸駅、日暮里駅発は南千住車庫、営業所最寄り停留所まで営業を行っているが、南千住車庫発は涙橋からの営業を行っている。日暮里駅発着は、橋場二丁目奇襲店の便も数本ある。橋場二丁目南千住車庫は改装。 一時期、三河島駅付近で並行する草41系統に合わせて中型車で運行された。本来は高等営業車の路線だが、2015年3月30日運行開始。経路は2015年3月31日をもって運行を終了した南1408系統と、隅38系統、及び、 現行のトレイ8系統の運行経路と重なる部分がほとんど、ダイヤほぼ1時間に1本。錦糸町駅から押上や東向島を経て白ひげ橋、隅田2丁目方面への路線はかつて、京成バスとの相互乗り入れ路線だった137系統、錦糸町駅先住2丁目が存在しており、1969年の 廃止後長らく設定がなかったが、二式40系統の解説により46年ぶりに復活した形となった。南千住と東京駅や S 口、東神田を結ぶ路線である。東42号系統は、1971年3月18日に、都電22系統の代替路線として、522系統、南千住東京駅や S 口として、 運行を開始した。設定以来、ほとんど経路変更は行われていない。一方東42大津系統は、初代として1979年に、新宿営業所、当時が担当していた草79系統が1979年11月23日に廃止されたため、台東区内における路線確保のため設定された、南千住東部浅草駅鳥越神社。 秋葉原駅東口岩本町駅。しかし、乗客数が伸びなかったこともあり3年後には廃止されてしまった。その後、台東区が隅田川西部地区、橋場などの交通不便地域解消のため、東京都交通局に要請を行い、1986年9月1日から2代目、東42オツ系統の運行が始まった。 1991年6月24日には、台東区南部の鳥越地区の交通不便地域解消のため、秋葉原駅に延長されることとなった。しかし、台東区が新たにコミュニティバスめぐりんの運行を開始してから、鳥越地区などの交通不便地域がさらに解消されることとなり、東42をつ系統は浅草雷門秋葉原駅で大幅に減便され、 2008年3月、現在で、平日6往復、土曜5往復、休日8往復まで減らされた。この秋葉原駅乗り入れ系統は2013年4月1日の改編で廃止された。2016年1月31日から、台東区循環バス、グルーリ、メグリンの運行開始に伴い、大幅に減便となり、8往復の運行となっている。 南千住駅東口と上野松坂屋を結ぶ。出入庫は南千住駅東口及び上野松坂屋と南千住車庫の間で設定され、本線、出入庫ともに並川橋には停車しない。戦後間もなく1948年に浅草こと武器町潮入りとして運行が開始された。その後、1951年には上野へ延長され、 南千住潮入地区を除きほぼ現在の形となった。一方、南千住潮入地区はその後においても、経路の変更が数多く行われている。2002年には、再開発事業もほぼ終盤に差し掛かり、南千住駅東口交通広場の開設や、周辺道路がほぼ確定したことにより、路線は南千住駅東口へ延長されることとなり、 ルート変更は、一応の終了を見ている。2009年に、南千住車降り開始便が設定され、上野松坂や南千住車湖間が増発された。迂回ルートは、特に5月の三社祭の際に専属通りが通行止めになるため使われる。奥、浅草を出るとそのまま今年通りを直進し、馬道交差点を左折。土手通りを直進し、 草64系統の浅草警察署前に臨時停車。その後浅草5丁目の臨時停留所を経て、吉原大門へとたどり着く。1981年、昭和56年4月、台東区役所から委託を受けて新設。2階建てバス、ネオプランスカイライナーの路線運行第1号かつ、日本の2階建て路線バスの第1号だった。1988年、 昭和63年に1台を増備し、1992年、平成4年に、初代3台のうち2台を2世代目の、青色塗装車両へ、代替、さらに1994年、平成6年にも残る、初代1台も3世代目の赤色塗装車両に、代替され、青色塗装車両が代替時期を迎えた2001年、平成13年3月に廃止となり、車両は、 日の丸自動車工業に売却された。当初は、お台場、臨海副都心の無料巡回バス、米シャトル用として使われ、2004年からは、オープントップバスに改造されて、スカイバス東京として活躍している。2001年、平成13年6月29日、台東区からの委託を受けて、運転を開始する。その保進ルートの開設と同時に、委託先が、 民間の日立自動車交通に変更されることになり、2004年平成16年4月24日付で移管された。2012年4月1日に開設された急行系統。同年5月22日に開業した東京スカイツリーへのアクセスを狙った速達路線。このため、確定系統の都令8系統とはかなり異なる経路を通る。禁止庁駅。 東京スカイツリー駅間は、ほぼ S-1 系統と同様のルートである、最寄り停留所が東京スカイツリー駅前か、東京スカイツリー駅入口かの問題。東京スカイツリー駅奥、浅草間は、確定系統は、あずま橋を経由するのに対し、急行系統は、こととい橋を経由するため、東部浅草駅を経由しない。奥浅草日暮里駅は、確定系統は流線。 下コンガン経由なのに対し、急行系統は、こととい通り、お竹橋通り、小久橋通りを経由する。車両は、基本的に、日野、レインボー HR、または三菱不走、エアロスター幕車が使用されるが、LED 車が運行されることもあった。なお、平日で運行された日は、東京スカイツリー開業当日の2012年5月22日のみ。 2015年3月29日をもって廃止された23系統として運転開始、現在の都令8系統である1990年、平成2年、それまでの上26系統、上野公園今井を亀戸駅で分断して発足。当初は大塚営業所と菅も営業所の共感だった。その後1999年、平成11年に、 巣鴨担当分が口頭へ移管。2007年、平成19年3月に、大塚営業所担当分を南千住に移管したが、口頭担当分はそのまま残って共管は続いた。2009年、平成21年には、と、バス委託路線となったため、青市所に再移管。その際、口頭担当分も移管され、路線開設から20年目でようやく単独所管に、落ち着いた。 旧新谷町営業所時代に担当した路線で、京成電鉄との共同運行。京成では、上野線と名乗った。1975年、昭和50年の新谷町営業所の南千住移転と同時に、青市所に移管。1977年、昭和52年の第二次再建計画で都営が撤退して京成単独となる。 京成では1990年代中盤まで路線を維持していたが、1996年、平成8年9月7日の奥土営業所のダイヤ改正で上野乗り入れを廃止、京成押上線四月駅で交差していた亀有線とつなぐ形で、現在の新五52系統、四月線が誕生した。上野駅と本田警察署の間は、 青砥支社の草39系統を日中のみ上野まで延長して代替とした。京成バスの四つ二線は2001年、平成13年に分離市会社の京成タウンバスに移管され、草39系統も2006年度には、と、バス委託となっている。2006年4月の改正で、 アオト支所のハトバス委託に伴い直営で残る錦式7系統については、本系統のために開設された南千住遠慮所、アオト文中所、京アオトと南千住本所で担当することとなった。その後、2008年4月に錦式7系統もハトバスに委託されることとなり、全便アオト支所担当に戻され、同時にアオト文中所もアオト支所に統合された。 墨田区役所の要請を受け、1991年、平成3年に新設。2003年、平成15年4月に、千住営業所と、青都市所の教官から移管、一時期担当していたが、短期間で、青都市所に再移管、鳩とばす委託となる。二式40系統へリニューアルのため、2015年、平成27年3月31日限りで、廃止された。 南千住駅東口の再開発が進み、交通広場が新設されたため、2002年、平成14年4月1日に、南1408、南1400系統を、2005年、平成17年5月30日に、南1407系統の新設が行われた。しかし南1400系統は不審のため、2006年4月1日に、南1408系統と統合して、 経路変更を行った。その後南1407系統も2013年4月1日の改変で廃止された。平日のみの運行だったため、最終運行は同年3月29日である。南1408系統は2006年に南1400系統を、2013年度に南1407系統が廃止されたため、 里22系統から派生した南1400番台最後の支線系統として残っていたが、2015年3月29日をもって、南1408系統も隅38系統と共に廃止、代替として南1408、隅38の両系統を統合する形で2式40系統が新設された。2008年3月30日、 菅元教官として参入する。日暮里、トネリライナーの開業によって存続が危ぶ生まれたが、本数源の上運行を続けている。詳しくは、菅も営業所を参照。その後、2012年には担当営業所に北が加わり、3営業所体制の路線となった。この際、O46 系統の運行区間の一部を編入した。 2018年3月31日をもって、千住営業所に関され撤退した。終戦後の1946年に11、系統として、西新井橋浅草小ぶ樹町間で運転開始。その後は1948年に馬道経由から浅草公園ロック経由に変更。1952年に浅草小ぶ樹町柿柄町東京駅、八重洲口間。 1954年には、西新井橋足立梅田長官を延長し、1966年に、都心側を65系統として分離し、現在の区間となる。1977年12月16日に、里22系統と交換する形で、千住営業所へ移管。2013年3月31日をもって、浅草雷門発着に短縮。 トロリーバス104系統604系統の系統、ヒクロ路線、富山無機場電車営業所昭和町発出渋谷、営業所富山市所、現、早稲田営業所滝野川営業所、昭和町分社小北営業所菅も営業所と、渡り歩いが、2006年、平成18年4月に、南千住が受担当として参入し共官になる。2010年、 平成22年4月1日付で、菅野の単独書館に戻され、現在に至る。南千住担当便も一部、菅野営業所での休憩があったので、菅野営業所の最寄り停留所である棘抜基地、倉前打ち切りが存在していた。1954年9月20日に、四谷駅東京駅丸の内北口間で開通し、 その後は1955年9月10日から1962年11月1日にかけては東京駅側を柿柄町へ延長されていた。1963年10月1日の循環化を経て1966年10月31日に廃止。前述の11草41系統から分離の上1966年3月10日に誕生した。 しかし、日本橋地区の人口減少による浅草院南の乗客の少なさから1971年3月17日に廃止された。分離元の草41系統は、現在も千住営業所の管轄で運行中。1955年4月7日に開通した。その後は1970年7月12日に東京駅までに変更短縮され、 翌1971年3月17日付で全線廃止。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。